ありがとうございます。またお越しくださいな。はいはい、ただいま。あと追加注文でミント畑のサラダと鉄砲エビのグラタン、お芋さんコロッケにラーメンセットが3つお願いいたします。お疲れ様でした、フェアさん。いいえいいえ、私頑丈なのが取り柄のようなものですから。まだまだ全然へっちゃらですよ。ダメですよ、お友達だからって頼ってばかりじゃん。お嬢様は正式な金の派閥の召喚士になるお勉強中ですし、お坊ちゃまの当面は軍学校への進学準備で忙しいんですから。ええ、そしてそれはあなたにも言えることですから、私は旦那様からお許しをもらい、こうやってお二人の代わりにお店の手伝いをさせていただいてるんです。時間限定ですけどね。どうかそんなに恐縮なさらないでくださいまし。半分くらいは好きでやってることですし、教育係としての役目も今ではほとんど名目だけになってしまい、皆さんと一緒にいる時間が減っていくのが寂しかったんです。ですからこうしてフェアさんのお手伝いができて、私とっても嬉しいんですよ。二人ともお疲れ様。大急ぎで終わらせて駆け足でここまで来たんだよね。これよく見ると汗だくでしょ。ね、姉さん。豆ですよね、毎日毎日。もうポムニットさんまで。そういうお嬢様はどうしてここに。決まってるでしょ、お昼を食べに来たのよ。日に一度はあんたの作るご飯食べなきゃ調子が出ないもんね。私はみんなで食べたいの。そのつもりであんただって用意してるんでしょ。はいはい、今すぐお持ちしますからね。いつまでもこうして皆さんといられたら、私最高に幸せです。